で到着しました。フラッシー、トラッシー、マイクラッシー、聞こえるらしい、聞こえるらしい。足汁。フラッシー階段気をつけてね。はい。はい、登場しました。千葉県船橋市から来ていただきましたフラッシーです。今日はよろしくお願いします。すごいことになってる。フラッシー今日これ何人ぐらいいるかな。フラッシーね、ごめん、マイクの調子がねあんまり良くないな。マイク、フラッシーのマイクもうちょっと音上げてもらっていいですか。はい、皆さん、フラッシーが今から話します。聞こえてるかどうか反応してみてください。はい、どうぞ。フラッシー、皆さん聞こえてます。微妙な感じです。聞こえてるんだけど聞こえてないような。こっちのマイクで喋る？こっちのマイクで喋る？どうやって喋る？もしかして？もしかして？いるじゃん。もしかしているじゃん。ですね、フラッシー今日何人ぐらい来てると思います？フラッシーの見立てで。これでもざっと見て274人ってことはないんだしな。274人、もうちょっといそうだよね。2740人ぐらいはいそうだしな。そう、もうちょっといそうじゃない。5000人ぐらいだし。5000人ぐらい、もうちょっといるかも。すごいなしな。いやほんとだし、ありがとうだしな。昨日ね、なんかフラッシーのなんかあのね、29日にやるフジテレビのあのハワイロケ行ってきたなし。昨日ハワイ行ったのフラッシー。ちょ、ごめんなさいな、ちょっと今日本語変だったんですな。ごめんなさいな。ハワイじゃないよね。そう、ハワイロケ、29日に放送するハワイロケの番宣予告を昨日の夜中の2時ぐらいから始まったんですな。そうだよね、びっくりしちゃって。今昨日ハワイ行ってなかったよなと思って。めちゃくちゃだったのしな。ですね、そのね番宣の番組を2時半から3時まで見てたのし。それで今日このステージ。そうらしい。すごいフラッシー。もうなんかでもめちゃめちゃ眠かったのしな。今も実は眠い。大丈夫なし、頑張るなし。頑張ってくれなし。もうなんかね、朝ごはん食べた後ちょっとベッドで横たわったら、もうなんかねマットとこう体が同一化してきたんですよ。動けーと。危なかったらしい。危なかった、それは。フラッシー、いろんなところからこっち向いてこっち向いてって言われてるけど、全然もうステージに
後ろ向いちゃっても OK なんだね、フラッシーって大丈夫ですよ綺麗だよ。いやでもなんかこんだけ来てくれるとすごいなしな。ねえ、なんかこんだけ来てくれてるのに、ええ、台本もないってどういうことですダメフラッシー、ダメそれ言っちゃダメそれ言っちゃ。あのね、なんで台本なかったと思う、フラッシー。そう、わかんないなし、わかんないなし。だって、フラッシーからの来るって連絡遅かったから。あー、それかーごめんなしね。フラッシー抜きの台本作っちゃった。あ、そういうことですか。そう、急に来ることになっちゃったから大慌て。そっか。もう会場のレイアウトも全部変更。おー嬉しいなしな。ある意味フラッシー仕様。なんか聞きたいことって何かあるなし？はい、質問タイム。なしジュース。あ、食べてないなし。フラッシー、フラッシー、こっちこっち。質問ちょっと二三個聞いてみようか。そうですね。なんか、はい、じゃあ質問したい人。はい、今早かったその緑のシャツ着た男の子。はい、質問大きな声でお願いします。あ、フラッシー。何歳ですかお願いします。いやもうなんかイベントのたんびに答えてるような気がするなしなやっぱりそうだしな。あ、でもね厳密に言うとこの世界では3歳なしそうだし、生まれたてなしフレッシュなしレジロシャそうだしな、だね、いいかななしの妖精界では1875歳のしなそうだったね。なし、ええ、じゃあ次の質問言っていいかな。じゃあ次の質問はこの辺から。なぜなし。すごい声が大きかったけどごめんね、こっちの女の子に目がいっちゃった。じゃあその赤い服を着た女の子あるはい、質問お願いします。あ、なんか何でもいいですよ。ふなっしーって梨を食べた時ありますかって質問です。いわゆるトモ食いってやつだしな。そうだろうね言っていいのかな、食べたことあるんだしあるそうです。そうだしな、ダメダメとおかつも食べちゃったしな。味どうだったふなっしー。美味しかったなし。美味しかった。やっぱり果汁がいっぱいあってちょっと甘めで美味しいんだしな。ふなっしー、ふなっしー、梨って言えばね船橋市梨有名なんだけど、実は大田原市にもすごい梨があるの。え、なんていう梨？梨にっこりっていう梨で、すごい、ふなっしーの顔までは大きくないか大きい梨ですごい日持ちがする梨なんだ。へえ、そうらしい。今度プレゼントで送るから。あ、ありがとう梨な。やるしてOKだし。はい、今年も船橋の梨をよろしくなしな。はい、じゃあ次の質問もう一個ぐらい行ってみようか。オッケーですよ。はい、すごい、ごめん、場所を限定させて今ね、こことここやったから、じゃあそっちにしよう。じゃあね、そこでね、すごい元気に、そこね、実はね、お姉ちゃん元気いいのは分かるんだけど入っちゃいけないスペースなんだでもしょうがない、手挙げて元気だったから。はい、何でしょう質問は。何何、もう一回言ってください。何て楽しい。あ、嵐に会った時の感想は。そうですね、嵐の会ったことあるのは二宮くんと、あ、桜井くんにも会ってんだしな。桜井くん俺も会った。あ、本当です。会った、うん。桜井くんなんで会ったらしい。あ、ごめん、話ダメじゃん、船橋。あ、いいか、まあ言うからついてたから言っちゃうけど、ドラマのロケでね。あ、あー、どう、ドラマのロケで大田原に桜井くん来てね、うん、こっそりロケに来たつもりなんだけどお客さんいっぱい連れてきた。すごい、どこで情報漏れるのか、すごいねロケって。あ、そんなしな。はい、じゃあフラッシー他誰会ったの。 あとね、リーダー。あ、リーダーね、やっぱり大野くん。大野くん今リーダーって言ったけど名前出なかったでしょそんなことないらしい、やめるらしい。ごめんごめん。なんかね、でもみんなね、嵐のメンバーすごい優しかったのしな。優しいね、みんなね。で、トレの時の大野くんとかもうガンガンふなっしーのこといじってくれたのしな本当でね、出た、出演した後もなんかどっかの音楽番組とかで会うとちゃんとね、あ、ふなっしーだって寄ってきてくれていじってくれるのし、嬉しかったのしな。そうだし、そうだしって会場の人が相槌打っちゃってるよあとね、
二宮くんがね、NHK の紅白歌合戦の時にね、あ、そうだね、その話その話ちょっと絡んでくれて、絡んでくれて、でね、フナッシーがこの紅白のディレクターから、フナッシーさん、ちょっと暴れてくださいって言われたらしい。うん、暴れた。そして暴れてる時に、二宮くんが小声でフナッシー投げていいって言われたんですよ。投げていいって、もちろん答えはもちろん OK だし、派手に投げてくれるしって言ったら、加藤浩二さん以来の素晴らしい投げを投げてくれた。ほんと素晴らしい。でもね、すっごい2回転ぐらいして後ろに転がったんだけど、ちょっとね、カメラに映ってなかったっていうちょっと悲しい。いつの間にかフナッシーが後方に吹っ飛んでたっていう。じゃあフナッシーさ、せっかくだからさ、フナッシーって投げられたい派、それとも投げたい派？もちろんなしだから投げられたい話。投げられたい派。ちょっと軽く投げさせてもらってもいい？あ、オッケーなし、オッケーなし、もちろんなし。じゃあ、よいちくん、よいちくん、大丈夫ですか？よいちくんが投げる、大丈夫、よいちくんって大丈夫ですか？弓持ってないから、弓と矢持ってないから大丈夫、刺さんない、刺さんない。じゃあちょっと、相撲対決っていうことで、やっちゃうなしよ、ちゃうらしいよ。フラッシュ、イリュージョン大丈夫かな？じゃあ、ちょっと一回マイクアンインストールするなし。なんかエコーかかってるなし、これ。ふな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 、ひゃっはー！フラッシュ、みんな元気に、ひゃっはー！フラッシュ、よっしゃ！よし、よしくんも投げていいかな？出てきました。じゃあ、いきます。じゃあ、まず相撲の体勢からいこうか。はい、それではいきます。フラッシー対よいちくん、結果は分かってるんですが、いきます。じゃあ両者見合って、はっけおーい、残った。フラッシュ、もうそれ以上いくと落ちる。フラッシュ、大丈夫大丈夫。フラッシュ、ありがとう。ちょっと待って、今ね、今大至急、大至急、大至急。いやー、どうなし？ありがとうですな。でも分かってるし、会場の反応がいまいちだったってことは分かってるし。じゃあ、これね、豪快に投げられなかった。それしか場所がないんだしな。しょうがない。じゃあ、よしくん、じゃあとりあえず危ないから降りようか。よしくん、ありがとうなしな。ありがとう。誕生日おめでとうなし。ありがとうなし。あ、ちなみによしくんは何歳なし？よしくんね、何歳という、今日でね、16回目の誕生日。まだ 16？ まだというか、もうというか。ティーンズティーンズ。あれ、知らなかった？だって、なんかの義経とお友達しなかったなし。ね、それはね、与一くんじゃなかった。与一くんじゃなかった。あ、彼とはまた別な、ね、彼のね、生まれ変わりだから。あ、なるほど、うん、あ、なるほどね。そうなことだしな。通算するとね、800何十年になっちゃうんだけど。あ、ふなしには負けるね。じゃあ、壇ノ浦の時の記憶とかはもうないなし。ほぼない。ただ、的を一夜で当てたのだけはね、あれだけは覚えてるみたい。あれだけは訂正してもちゃんと覚えてる、うん、そうあれね、学校の授業でも勉強するみたいだから。よかったですよ。なしね、その時河原版で見たなし。河原版で書いてあったなし。本当、安野雄一、扇を射るっていうのなし。壇ノ浦じゃないね。平家もびっくりって書いてあったなし。びっくりしたね、確かに。恥ずかしいな。ありがとう。じゃあ、ふなし、質問タイムどうしようか。もう一個ぐらい行ってみる？大丈夫だし、まだ時間的に大丈夫だし、時間的にまだ大丈夫。じゃあね、みんな、大人どこが気になります？大人の人どこが、ふなしが指したい人。お願いします、ふなし。どこ、ふなし、あの辺って言ってもらえれば。じゃあ、あの辺で大人の人。はいって、じゃあ今ダンプした女性の方。はい、質問お願いします。あ、なるほど。伸ばした。いやー。
なし、今質問来るから待ってて。オッケーなし、待ってなし、解決して待ってるなし。あのしばらくの間プリケツとマンボウでお楽しみくださいなし。これ便利なしな、後ろの人も満足するなしな。うらしかわいいねそれ。ありがとうらしい。今質問が届くね。あ、オッケーらしい。ニキン。あ、伸びた。伸びた。キャー。ニキン。フラッシーってさすがだね、やっぱりね、時間を潰す術をね、いろいろ持ってるもんね。あ、そうだしな。すごい。引き出し多いってよく言われる。あ、よく言われるらしい。よく言われる。今日も広く浅いって言われるらしい。広く浅い。いや、それいいことだよ、きっと。本当だし、うん、広、あんまりね、深いとね、マニアックな話になっちゃうから。あ、そうだしな、うん。広く浅く、結構いいことだと思いますよ。なんだしー。え、今フラッシーに暑いかどうか聞いたらしい。暑いらしい。フラッシー、フラッシー、質問が届いた、届いた。あ、オッケーらしい、オッケー。ごめんなさいらしいな。ね、あ、忘れちゃった。あの、どういう話。今のフラッシーは何代目ですかって、めちゃイケ出た時と一緒ですかって。あ、ノーコメントで。質問者さん、あ、ガチャ、ノーコメントで。大丈夫だし、あのね、ふなっしー、1号機、初号機があるんですな。初号機の後に、あの、東野さんのスポンサーで、あの、行列の総理さんとして2号機が登場したんしな。そうだね。その後、めちゃイケで、ちょっとふなっしーのなし顔が新しくなったっていう噂が流れたんしな。そうだったね。そんなしな。はい。それが元になったいわゆる4号機になるのしな。だからまあ逆に言うと幻の3号機があるからこれが3号機になるのしな。3号機、そうしな、3号機にしよう。3号機しよう。じゃあ質問者さん、3号機にしよう。3号機で、3号機しよう。はい。じゃあね、フラッシーね、そろそろ台本のないこのステージ、そろそろ時間。なんかいる、なんかいる、なんかいる、なんかいる。取れる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 。あ、ちょっとね、これね、引っかかってる、引っかかってる、引っかかってる。フラッシー立ってる、立ってる。オッケー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 。よしな、立ってる立ってる。ゆっくりね。泣くなしなし、おひがり、やっはー。泣くなしなし、おひがり、やっはー。楽しいですね、船散歩楽しいですね。じゃあ、船散歩のそのままじゃ、あ、船散歩の階段の方を。あ、じゃあ、見たー。